CB150X 外装を外しています。なぜかというとですね、ちょっと ETC つけたりね、まあ、USB つけたり、何つけたり、あれもつけたりこれもつけたりっていうなると、どうしてもね、外装を外していかないとということでございます。もう左半分はね、こんな感じになってございます。まずスクリーンですね。スクリーンを外して、そしてここに1個ね、こう銀色のカバーがついてますから、それをこうクリップで止まってます。だからバキッとね、外す感じなんですけど、クリップが割れやすいのでね、新車のうちはまだあれかもしれませんが、古くなってくると簡単に割れちゃうんです。そしたらもう新しいものを付け替えてバチッと入れるしかないですけどね。外します。そうすると、ここにね、隠しボルト、これね、ありますよね。だからこれ外して、ですね、そうですね、これ外して、そして、この裏にクリップがね、1個あったかと思います。これ外して、で、あとはずっと見ていって、これですかね。これ外して、で、あとこれ外すという流れですかね。そうすると、これが残ってるから、あ、違うか。これだけだからね。ここだけだから、これ外すのかな。これがこうなるから、ちょっと待ってくださいよ。私もね、よく分かってないんですよね。そうですね。そうですね。あと、まあ、これ外すのかな。これ外して、あと先ほどのこのね、クリップと、あと上のこれ外すと、これが外れるという仕組みなんですが、まずここが下にこうかかってて、あとはここら辺にクリップが、さっきと同じやつ、こことこの辺かな、いわゆるバキンってはまるやつね。樹脂のあれがはまって、あれではまってますから、だからバキバキっと外して、で、あと最後ウィンカーの配線がついてるんで、それをピンピンと抜いて外れるというような作りですかね。そうすると、両方外すとこれが外れたりね、で、最終的にまあこのカバーを外すことになるんだろうと思いますが、まあ、配線をやるだけの都合上、右側は外さなくてもできるのかなとね、こんな感じになってますから。で、配線はこの辺をね、ずっとこの、こうあるんですよね。ずっと一緒に這わせて、で、こういうふうになってるんで、まあ、ここ一緒に這わせてあげるとね、非常に、いい感じにつけられると。適当にほら、ここ通すよりこっちこう通した方がいいですよね。やっぱりね、そのための配線があるんでね。そんな感じでちょっとやっていきます。で、これ、多分新車の時からそうなんですけど、ここがね、はまってなかった。これずれてたんですよ。 ダメですよね。ダメですよね。だから、ちゃんとチェックしないとね、大変なことになります。あと、まあ、そのあたりをやっぱりこういろいろ見てね、問題ないか、あとホイールとか、オイルシールだとか、そういったところがね、問題ないか見ないと、やっぱりちょっとやっぱ危ないですよね。まあ、これ別に東南アジアで作ってるからとか、そういうこと言うつもりは全然ないんですけど、やっぱり、で、これ平行だからじゃなくて、正規品でもそうです。正規品でもやっぱりちょっと、これまずいなっていうのありますよね。そしたらそれを交換してっていうことなんですよ。なので、そうです。だから店選びです、結局は。もうそのままっていう場合もありますからね。でも、まあ、ほら、自分で見て分かる方だったら、あれこれおかしいっていうことになるんですけど、まあ、多くの人はその分かんないから、結局そうなるとそのまま乗り続けることでしょ。まあ、保証修理で何かあったら直してくれるでしょっていうあれならいいんですけど、やっぱり何もないことが一番いいですからね。そんなことをね、常々思います。とりあえず、電装のね、配線をちょっと、やんなきゃいけませんので。そうするとね、ここね、スペースがいっぱいあるから、例えばディートナさんのなんとかユニットとかね、こう中に入れたりとか、こう、まあ、前でもいいですけど、このくちばしの裏に入れてもいいですけど、いろんなところにね、できるんで、そのあたりはいいですよね、そういうのね。これフレームいいですね、これね、かっこいい。トラス構造って言って大丈夫ですか？なんかね、それはトラスとは言わないとかね、あんまあるらしいですけど、まあ一応、まあ、大体このね、パイプのトラスフレームみたいな感じですね。ここにもフレーム入ってますから、こう入ってますね。で、こうなって、で、こうで、こうクロスして、こう来て、で、ここに来たってね。なんかドカティとか、モンスター、昔のね、似てますね。パイプとかいいじゃないですか。で、エンジンはツインカム。CBR150R と基本的に同じエンジン。かなり低速油利用になってるみたいですけどね。そんなエンジンが搭載されて、6速マニュアルですから。
6速ですよ。どうだい、ね、そのあたり。排気量は 150cc ですけど、やっぱり出力的にはね、空冷モデルの 184cc よりも高かったりします。どれぐらいですかね。そういう部分はありますよね。味という面ではね、空冷も捨てがたい、ツーバルも捨てがたいんですけど、やっぱりね、走りということを考えると、水冷のツインカムフォーバルベンチって魅力なんじゃないでしょうか。はい、ということで、ね、整備をやっていただきたいと思いますが、まあ、いろいろと、こういうの見るとね、あれあれっていうのが、やっぱりありますね。はい、あります。だからそこがね、まあ、それをだからこう、あ、これちょっとあれだから、って修正していくっていうのがね、まあ、一つの、まあ、楽しみです。ね。お、今回はこう来たね。これがね、下がってたの。はまってなかったの、ここに。これがね、奥に入ってたの。あれ、なんだろう。だからほら、ここがはまってなかったのね。はまってないから、これがここで押されてて、こうなったのね。だから、こうちゃんとこうはめなきゃいけないね。入れるときにね。はい。そう。さすがですね。はい。大らかだね。インドネシアとかね、あちらの方ね。はい。だから、ね。日本だと、大変なことはないか。はい。あと、ナックルメーターはちょっとね、なんか、風よけをつけたいっていう。お話もあって、これただのキャップなんです。バーエンドは重りじゃないんですよ、ね、ただ樹脂のやつがポコンってはめ込んだだけなんですよ。これ重りにするだけでね、後ろにキャリアつけて箱つけた場合、ここを重りにしてあげることによってバランスをね、前後のバランスを良くするとかね、できますよね。さあ、そしたらこんな感じでバイソーを外してみました。はい、こっちも外した方がいいかな。ワンワンをね、不安不安不安って感じですよ。はまってないみたいな。